おはようございます。今日も懲りずになんかちょっとライブしちゃおうかなと思ってやってます。昨日はこのカードをやって、で、実際これを作ったんですけど、ここの文字がちょっと曲がっちゃったので、その後ちゃんとまっすぐにし直して、こういうふうにペタッと貼ると、まあそれらしく見えるんじゃないかなと思って、ちょっとそれも披露しようと思って、今日こんな感じね。一応インスタの写真ではアップしてますけど、こんな感じにしてディメンショナルで、止めようと思って、こういうふうな感じでやってます。あ、こんにちは。コメントありがとうございます。ちなみにこれこんな感じで、ここのところにぐちゃぐちゃっとスタンプして載せてもいいかなと思って、いろいろアレンジができるので、そういうふうなちょっと見本にもなるかなと思って、ちょっとなんとなくこれはおまけ。そんで、これは昨日の分ね。で、今日ちょっとこれをやろうかなと思って、なんか連日やろうかななんて思ってるんですけど、なんかまたかよって思われるかもしれないんですけど、まあ、気が向いたら見ていただければいいかななんて思ってます。今日はこれをちょっと作ろうと思います。またこのルーテッドインネイチャーという2つで1つのセットになってる、ちょっとお高いセット、クリングスタンプを使って、この1色でワンレイヤーのカード作ろうと思います。なんかスタンピンアップで、やってる、なんだ、キャンペーンじゃない、このチャレンジ、このチャレンジ自体はシンプルカードっていう題名なんですけど、全然シンプルじゃ実はないかもっていう噂もあるんですけど、まあ一色で一つのスタンプでなんかできると楽しいっていうことが皆さんにお分かりいただければいいんじゃないかなと思ってます。ちなみにこのカードは、私最近結構好きなこのポッピーパレードという、なんかね、ちょっと朱色みたいな感じにも見えるので、和風な感じにも、使えるんですよ。なので、なんかお正月とかそういう時に、結構使えるんじゃないかなと思われるような色です。とても綺麗なんですけど、今日は、同じ色じゃなくて違う色でこれをやってみようと思っていて、で、私自身はこういう葉っぱは緑みたいな感じの固定概念みたいなのがあんまり、まあ、好きじゃないというか、そこからちょっと外れたいっていう気持ちがすごいあるので、全然違う色で今日はやろうと思います。じゃん。今日はゴージャスグレープでやろうと思います。ちょっと実際こういうの、私ライブやるときってあんまり見本とかを作ったりとか、事前にテストしたりとかしてないので、結構ぶつけ本番なんですけど、ちょっとそれでやってみようと思います。なんとなく構成はこれでやろうと思ってるんですけど、で、このゴージャスグレープという色でやってみたいと思います。そんで、まあ、昨日とかもちょっと私言ってて、結構繰り返しになるかもしれないんですけど、センチメントからまあ、位置決めをすることが多いんですけど、今回はちょっとでっかいやつ、このなんか木の幹みたいなやつ、これ普通にスタンプするとなんか私としてはなんかキノコみたいに見えるななんて思って、あまりもうちょっと頑張ってほしかった感じのスタンプなんですけど、でもなんか薄くスタンプすると結構綺麗にかっこよくできるかなと思ってるので、これを薄くした上でなんとなく位置決めをして、で、センチメントを押して、で、周りにウェウェウェと散らすっていう感じでやっていきたいと思います。そんで、一番最初はこのでっかいやつ、ちょっとはみ出してますけど、このぐらいのはみ出しはブロックからね、スタンプがちょっとはみ出してますけれども、このぐらいのはみ出しは、まあ、許容範囲かなと思います。ちょっとなんかゴミがついてるわね。ちょっとちょいちょいとゴミがついてるけど、まあいいか。自然な感じでいいかもしれないですね。で、結構ベタ面がこの人多いので、まあ、こういうふうにやってもいいんですけど、結構全体にスタンプインクがついてないことが多いので、一応こう確認しながら、こっち側をこうインク側をこんな感じで持っていっても安定してできるかもしれないです。まあどちらにしろ落っことさないように、この紙の上とかに落っことさないようにします。で、捨て押しを何回ぐらいすればいいかな、2、3回ぐらいが、このぐらいがいいかななんて
ちょっと思うんですけど、これだとちょっと薄すぎるかなと思うので2回捨て押しをして、紙に押そうと思います。なのでもう1回、今のはちょっとテストみたいな感じですね。なので1回2回で、3回目でこっちに押そうと思います。こんな感じかな。えいでスタンプするとこんな感じ出ます。でなんかね、こうもうちょっとこうなんか境界線が濃かったりとかするともっと木の幹に見えたんじゃないかなと思うので、私自身はこれインクつけたら周りにスポンジングでもうちょっとインクをつけたりとかして周りを濃くしてスタンプすると幹っぽい感じに出るので、そういう風にやることが多いです。はい、それで、このセンチメント、Thank you for all you do というのを、押したいと思うんですけど、これ自体スタンプセットの中に、なんか Words are never enough to thank you for all you do っていう感じのフレーズとしてスタンプできるんですけど、To thank you for all you do だとなんかちょっとなんかの続きみたいな感じが私はしちゃうので、To はあまりスタンプしたくないなと思っていて、 To のところだけちょっとマスキングをしてみました。昨日これをスタンプするときは一生懸命ここにインクがつかないようによいしょよいしょってやったんですけど、ちょっと今日はマスキングをしてみたいと思います。あ、ちょっとこれはね余計な人を今ちょっとつけてるんだけど、そんでマスキングを To のところだけマスキングした上でちょっとインクをつけて、で、あ、ついてるなついてるなと思って、で自分が汚れないように、このマスキングのやつは外し、でこの人もう変なところに置いとくと自分が汚れるので気をつけていただいて、よいしょよいしょ、ちょっとなんか私手が結構汚れてるわね。そんで、上下間違えないようにしてなんですね、よ、あ、なんか本当はちょっと支えをしようと思ってこの人も置いてたんだけど、支えを入れるのを忘れたのでグリングリになってしまいそうで、ちょっとスタンプがこういう細いスタンプをするときはなんかちょっとグリーンとなって綺麗にできない、あ、結構綺麗にできました。何が言いたかったかというと、昨日もちょっと言ったんですけど、こうグリングリングリンってなっちゃうとなんとなく綺麗にスタンプできないことがあるので、こういうちょっとちっちゃいやつを支えとしてこういうところに留めてスタンプするとすごい安定感が出ていいよっていうことです。でもそれをくっつけるのをいつも忘れるので、結局ちょっと頑張って気をつけてやらなくちゃいけないみたいな感じになります。お、こんにちはとコメントいただきました。ありがとうございます。なるべくコメントを見ようと思ってるんですけど、ちょっと 見れずに、自分の作業の方に一生懸命になりすぎちゃったりとかしてるかもしれないですけど、そんで、まあすごい適当なんですけど、まあ、今回の小ネタとしてはそのマスキングのところとこれをちょっと薄くするっていうことなんですけど、でちょっとあとはもうすごい適当に濃い人、なんかこれはなんかくる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 しながらこうちょっとはみ出しながらくる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 スタンプしていくといいのかなと思ってます。なんかで昨日はこのセンチメントをカッコってするようなつもりでスタンプしてますみたいなことを言ってたんですけど、今日はちょっとなんかここから支える感じでなんか包み込むような感じで、ちょっとスタンプしてみます。なんとなくそういったイメージというかこうなんですかね、センチメントとの関連というかそういうのをちょっとイメージしながらスタンプするとバランスが取れたりとか、なんかそのカードの中にストーリー性ができるんじゃないかなと思ってます。で、そうですね、これは結構全体がパチッとこうスタンプできてなくても、例えばこう今なんかこれ全部スタンプできなかったんですけど、葉っぱの先の方だけこうちょっとふわんふわんとやったりなんかしてもこうちょっとなんとなく幻想的な感じにできたりとかするのでいいかなと思ってます。そんで
こっちの下の方はですね、私この木を使ってるんですよ。実はなんかちょっと違う木も一つ使ったんですけど、それが木っぽく見えなかったのでちょっと失敗だったなと思って、こっちの木で濃くバンバンバンとごまかしたんですけど、まあ上の方だけちょっと使って、遠近感を出すような感じにしてます。つまりこの幹なんかはすごい一番近いけれども、近い近い遠いみたいな感じで、この遠いみたいな感じでちょっとこう遠近感みたいなのが出るとかっこいいのかななんて思ってます。これもすごい適当なんですけど、こっちでこうペペッと、もうちょっとこっちの方やりたいなと思ったらこの辺とか、一応今回センチメントを包み込むような感じにしてますなんて言ったので、そういう風なイメージでやってもいいかもしれないです。なんかあれですよね、鳥とかこの辺飛ばしてもいいかもしれないですね。かっこいいかもしれないですね。まあそんな感じで、今日はなんかいい感じでできましたね。ちょっと色違いで作ってみました。構造はなんとなく同じなんですけど、ちょこちょこと、なんとなく小ネタを挟みながら作ってみました。明日はちょっとこれをご紹介したいと思います。これはちょっとここでね、小ネタを使ってるんですけど、ちょっとスタンプテクニックみたいな感じのやつを、やってますので、明日ちょっとまた同じぐらいの時間、10時ぐらいかな、やりたいと思いますので、またなんとなく楽しみにしていてください。そんなわけでまたお会いしましょう。それではまた。